道具である。針のあたりや滑りを抑えるため、中指につけて使う。差し抜きは、指輪状のものと、指先にはめるキャップ状の2種類に分けられる。キャップ状の差し抜きは、英語で、シンブルと呼ばれ、要塞の祭り縫いなどに使われる。差し抜きの歴史は、布と糸を使って、衣服を作るようになった時代から始まり、最初期の差し抜きは、革で作られていたと考えられている。 朝鮮半島では、紀元前一世紀に、洛郎軍の艦の女性が使っていた銀製の差し抜きが出土している。小舟の方を縫うために、より指を保護するために、金属製の差し抜きが作られるようになった。やがて精巧な裁縫の技術が求められるようになると、指輪状のものに変わって、キャップ状のシンブルが主流になる。和裁で使われる差し抜きの素材には革、金属、プラスチック、 布などが使われる。明治、大正時代の家庭では、千鳥かがりのため、和紙を重ねた厚紙を輪にして、上から真綿を巻いた刺し抜きが作られていた。輪の大きさはトメイトを使って調節し、宇宙指の第一関節と第二関節の間の太さに合わせる。鹿側、牛皮の舐めした側を指に当て、針が滑らないように小さなへこみが付けられている。長身の運針の時には、 金属製の皿がついた刺し抜きが使われる。ヨーロッパでは刺し抜きは裁縫に使われるだけでなく装飾品としての役割も持ち、収集品としても人気を集めている。刺し抜きは贈答品にもされ、不思議の国のアリス、ピーターパンとエンディなどの文学作品には刺し抜きが贈り物にされる場面が書かれている。クリスマスプディングに刺し抜きを入れて蒸し上げる習慣があり、 差し抜きが入ったプディングを食べた人には幸運が訪れるという。針仕事が女性のたしなみとされるようになった17世紀以降、差し抜きは富裕層の女性の装飾品となり、銀などの貴金属が差し抜きの素材にされ、宝石やエナメル細工で飾った差し抜きも作られるようになった。19世紀に入ると裁縫は盛んになり、様々な差し抜きが作られる。 この時期に作られた別校、真珠母貝、象毛、時期に彫刻や装飾を施した刺し抜きは、贈答や収集の対象になったと考えられているが、象毛や時期は、絹の布を扱いに向いているためだとも言われている。優れた職人は、刺し抜きの先端やヘリを半奇跡で飾り、刺し抜きの価値を高め、新車、目のを、活長席、 琥珀にカボションカットを施した刺し抜きも作られていた。刺し抜きにはエナメル細工や宝石商のピーター・カール・ファベルジェが発見させた技労種の技法が利用されることもあった。穂の裁縫や革の加工の際に使われる刺し抜きの一種はソーイングパームと呼ばれ、シーミングパーム、セールパーム、セールメーカーズパーム、ローピングパームといった他の名前でも知られており、 穴が開いたプレートが硬い革のバンドにはめ込まれた構造をしている。ソーイングパームを着用した手の親指と人差し指の間で針を握り、針の耳を穴の開いたプレートに当て、腕全体で針を押し込んで裁縫を進めていく。ソーイングパームの構造はホルのキャンバス、比較といった非常に頑丈な素材を貫くことのできる太い針を押したとき、 裁縫師がより大きな力を使うことを可能にしている。ありがとうございます。